ウクライナ政府は11日、南東部マリウポリの製鉄所に残る負傷兵を退避させるため引き換えとしてロシア人の捕虜を引き渡すことをロシア側に提案したと明らかにしましたマリウポリの製鉄所をめぐってはロシア軍による激しい攻撃が続く中、負傷した数百人を含む多くの兵士が残っているとされています。 ウクライナの国会にあたる最高会議の人権担当者は11日、製鉄所で身動きが取れなくなっている負傷兵について医薬品の不足などで満足な治療を受けられずゆっくりと死に向かっていると危機感を表明するとともに国連などに対し救出に向けてあらゆる手立てを講じるよう求めました。こうした事態を受け、ウクライナ政府は11日、 負傷兵の退避と引き換えにロシア人の捕虜を引き渡すことをロシア側に提案したということです。We